ワンピースみんなが住むニコだよーよいしょー。はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょう。よし、はい、今日は皆さんからいただいたワンピース最新話の疑問にお答えさせていただければと思います。行きましょう、お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録まだの方、よかったらチャンネル登録お願いしまーす。ワンピースの最新話の動画結構上げてます。一緒にワンピース楽しんでいきましょう。はい、このコーナー定期的にKさんのツイッターの方でですね、ワンピースの疑問募集しております。ぜひツイッターのフォローお願いしまーす。はい、そしたらこの動画、最新話1075話のネタバレございますので、アニメやコミックの方々お気をつけください。はい。ほんじゃ、いきましょう。はい、では早速いきたいと思います。はい、ラムナズキ OSP さん、あ、ありがとうございます。ラムナズキさん OSP ありがとう。高橋さん、ケイさん、こんにちは。こんにちは。質問です。はい、扉絵の五老星が2年後、年前、10年前は普通に出てますが、小原の22年前と今回はシルエットで出てきています。はい、不気味な存在と思わせるだけなのか、よく言われているフローなのか、何だと思いますか。ぜひご意見よろしくお願いします。いや、これマジで謎だよね。うん、いや、そうなんですよ。今回もシルエットなんですよね。五老星っていうのが、2年前初登場した時はもちろん普通に出てました。で、2年後ももちろん顔分かってます。で、まあ2年だったらそんなに年がね、まあ変わらないんで、まあ見た目も変わらないだろうと。っていうのは分かるんですけど、今回の扉絵がめちゃめちゃシルエット。うん。で、22年前の大原の過去編でもシルエットだったんですよね。うんうん、で、あの月曜の動画でも少し話したと思うんですけど、うん、おそらく今回の扉絵、1075話の扉絵が、まあ、多分30年ぐらい前なんじゃないかなって思ってるんですよね。うん、要は多分現状分かってるシルエットだと一番古いかな。うんうん、ぼんやりね。うん、もちろん確定じゃないですけど、この要は五老星に会いに行ったのがいつかは分かんないんですけど、ベガパンクの見た目とか、うん、その変化から、おそらくここに行ってるベガパンクはまあ30年ぐらい前なんじゃないかな。うんうん、でその後おそらく22年前の小原でからの過去編が明けてのっていうことだと思うんですよね。うん、なのでその当時、昔、少なくとも22年以上前、22年より前の五老星はシルエットで描かれてるんですよね。うん、なぜ、なぜ でしょう。Y をなぜで挟んでみましたが、そう、これはな、やっぱ何かあるんじゃないかと思いますよね、やっぱりね。だから例えばですけど、あの言われてるのがやはり不老なんじゃないかと。うん、まあオペオペの実の最上の技で、まあ、永遠の命を得られてるからこそ、見た目が変わらない、だからこそ老けない、だからこそこういった描かれ方をしてるのかなっていうのはね、なんとなくまあ噂もされてるし、あとはまあ傷問題とかですよね。うんうん、五老星っていうのはやたらと傷があって、なんだか歴戦の猛者みたいな風格を漂わせてるわけじゃないですか。うん、でそうなった時に、例えば過去はその傷がなかったとかね、となったらこの数十年間で戦ってるっていう可能性もあるし。なるほど。うん、だからその少なくとも見た目の変化に影響があるからなんじゃないのかなっていうのはぼんやりやっぱありますよね。うんうんうん、でまあ多分このシルエット、今回の1075のやつ見る限り、うん、まあおそらく白髪だよね、みんなね。うん、うん、これだから全員金髪だった場合ちょっと話が変わってくるんですけど、だからカラー版のここ早く見たいんですよね。カラー版でここが描かれた時に、これ全員金髪で、で、もともと一人はずっと金髪なんですよ。2年後も今金髪なんですよね。この、ヒゲがこんなに、この人。背が2番目に高い人。うん、もともと一人は金髪なんですけど、あとみんな白髪ですよね。うん、うん、なので、この何、他の3人も金髪だったり、あとこのおはげさんがね、ふっさふさだった場合は、だいぶ変わってくるじゃないですか。そうそう。そしたら年月、あ、年月経ってるんだな、よかったってなるんですけど、そうすると、不老、いや、年を取らない、老いないっていうのが、まあ納得できるじゃないですか。だけどそうじゃなくて、やはりこれが現状白髪で、で、おはげさんはおはげのままだった場合は、おはげをキープされてるので、うん、なるとやっぱ、ずっとね、みんなこの年齢をキープしてる可能性があるじゃないですか。おはげをキープっても、おはげだったらおはげだから、別にそんな。別にそんな。キープになってない。キープになってない。キープできてないか。キープできてないか。おはげはもうできてないから、キープできてないからおはげか。そうそうだよ。ああ、そうでした。ごめんなさいね。うんうん、ごめんなさい。ちょっとおはげさん、すいませんね。はいはい、早く名前が知りたいのよ、この人も。なんとか生って呼びたいのよ。もうおはげさんって呼んでんだから、こっちは。いや、他呼び方がないから。うん、まあ、ワノ国っぽいね、衣装のこのゲーターの人ね。うん、なので、ちょっとここがだから早くカラー版で見たいところですよね。うん、まだだいぶ先にはなると思うんですけど。うん、コミックスで出て、その後数ヶ月経った後、ワンピース公式のアプリでカラー版でね、うん、あの出たりもするんで。うん、なので、ちょっとここは、やはり気になるポイントでありますね。はい。うん、
まあ、これもしかしたらね、シルエット開けたらふっさふさかもしれないしね、おはげさんがね。要するに20年ぐらいでそんなにいっちゃう？よっぽどなんかあったんじゃない、やっぱり頭悩ませたんじゃない、やっぱり。まあそうかそうか、他はね、うんうん、あるのにね、まあまあ、まあ、そうそうそう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では次の質問に行きたいと思います。はい、ケンさん。ケンさん、ありがとう。タケさん、ケンさん、こんばんは。こんばんは。質問です。はい。全75話の扉絵に、うん、五老星と謁見するベガパンクが映っていて、うん、はいはい、思想が同じことだね、変わっていたのか議論されています。私はサターン星が今回の件は残念と言っていたことから、当初は同調していたと思っています。謁見当時とベガパンクは考えが変わったと思いますか？はい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 、はい、なるほど、はいはい、なるほど、ありがとうございます。はいはいはい、確かに五老星に合ってるっていうことは、まあ、五老星側の思想なんじゃねえのっていうことですよね、うんうんうん、で今は結果的にその五老星、世界政府側を裏切ってるわけだから、うん、思想が変わったんじゃないかっていうことですよね。はいはいはい、個人的にはもともと別に変わっちゃないんじゃないかな、五老星の前で隠してただけじゃないかなって思ってます、今現状だと、うん、というのも要は22年前の時点で要は海軍に入るってなった時に、うん、やっぱ小原の意思を継いでいたわけじゃないですか、結果的に、うん、であのクローバー博士とも友達だって言っていて、でそこの文献がエルバフに行って、でそこでサウロに会ってって話があったじゃないですか。で結果的に頭に入っている小原の位置はここにあるって言ってたんで、だから変わってるとしてももう二十何年前の時点でもう政府には歯向かうというか、別に政府側の思想じゃなかったわけですよね、つまり、うんうんうん、でさっき言った通りこの扉絵が、まあ、その10年前ぐらい、まあ30年ぐらい前後前だとしたら、まあもうその時点で変わってるんじゃないかなとはちょっと思いましたね、もし変わってるとしたら、うん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 、で僕的にはただ五老星側からのこのアプローチだったのかなとか思ったんですよね。うん、ベガパンク側から五老星に会いたいっすっていうかは、ほう、そんな天才科学者がいるのか、会わせてくれっていう感じじゃない？うんうんうん、うん、僕的にはそっちだと思ってるんですよね。うん、なのでどっちかといったらベガパンクは変わってなくて、あくまで五老星側からのアプローチなんじゃないかなと思いましたね。その科学力を、まあ、要は海軍とか世界政府の、うん、まあ、軍事力、うん、結果的にその灯火を消す力、支配の力に、まあ、変換したいわけじゃないですか、五老星側としては、うん、だから一回この科学者に会っておく必要があるなって思ったんじゃないですかね、うんうんうん、でベガパンクは多分そこで、まあ、頭もいいから歯向かう必要もないじゃん別に、うん、いや科学を推進できればいいと思うんで、ベガパンク的にも、うんうん、自身の科学を、まあ、その進歩できる、だからこそ人々にいろいろね、その生活より良くできるっていうことのために、まあ、最高権力者に会っておいて、そこでね、うん、うまく気に入られればお金も手に入るし、うん、研究施設もパワーアップできるしっていうことなんじゃないかな。だから結果的にお互いウィンウィンなんじゃないかなっていうことだと思うんですよね。ただ別にそこで本性を見せる見せない別として、ベガパンク側がね、うん、なのかなとは個人的に感じてましたね、うん、なのでベガパンクがだからそのどこまでここで喋ったか、そして五老星が何を要求したかによってだいぶ変わってくるわけですよね、ここで、うんうんうん、ちょっと気になるね。だから来週以降この扉絵もめっちゃ注目ですね。なんか会話の内容とかさ、うんうん、軽く1枚ね出るかもしれないじゃないですか、うん、あ、来週はでも関東カラーか、関東カラーだったら来週出ないかこれ、うん、結構先かもな、ここの続きは。まあこの扉シリーズはちょっと1週2週2週後かな、うん、でも救済入りそうな気もするんで、うん、その後かもしれないですね、うんうんうん、なのでその辺り気になるとこですが、うん、だからあと僕的には気になるのはそのクマ関連だな、この扉絵ですごい気になるのは、うん、ね、この五老星の部屋のこの後ろの壁のマークですよね、うん、権力の間の後ろの壁のマーク、なんだか丸がこう重なっていて、うん、でかつなんかちょっとトゲトゲしいものがついてると周りに、はい、ついてますね。これさ、前回のクマの着てた服の背中のマークにめっちゃ似てないっていう話ですよね。おお、本当だ、うん、メンタモみたいなやつだ。そうそうそう、だからイムの目にこの爪が生えてるみたいなマークですよね、うん、うんうんうん、そう、だからここがもしかすると大事だからこそ、ここでね今週であえてこのマークが書かれてるのかなとかもちょっと思ったんですよね。なるほどね、うん、でここで僕読み返したんですよ、これ気になって。25巻とかをその五老星の今までの部屋のページとかをちょっと見たの、うん、この、まあ、右上のマークですよね、おそらくね、うん、だからこれも当時から書かれてたんだよね、このマーク全然意識してなかったわ、うん、そう、だからもう部屋中にこのマークあんのよ、部屋中に。やば、そう、部屋中に目あるのちょっとキモいね。キモいって言うな。
キモいって言うなよ。それは目だったらキモいよ、そりゃ。目だったらね。目じゃないのか。多分目じゃないよ、これよく見たら。めっちゃ細かく書いてあるから。五老星とかの趣味、そういう系なのかなと思って。違う違う違う。目玉を部屋に置きたいタイプのおじいちゃん図じゃないです。怖いなと思って、ちょっと。怖いでしょ、その人たち。いろんな人もね。やばいじゃん。5人揃ってね。1人ぐらいちょっと俺抜けるわって言い出しそうだけどさ。やっぱ怖いわ、この部屋とか。俺ちょっと抜けるわ、五老星とか。四老星でやってもらっていいっていうキャラ出てきちゃうから、そんな。一人ぐらい合わなそうだから、そうなると。そうだから当時からね、こう何部屋にこう書かれてるんですよね。うん、謎なんだよね、この部屋よく見ると。僕もね、今全部屋ちょっとね、登場したところ終えてはないんですけど、少なくとも今この何描かれてる25巻で書かれてるところはなんだかちょっと怪しい雰囲気はあるんですよね、この部屋ね。謎だね。うん、なのでまあこのマークがやはりその、まあ、クマ関連で気になるポイントかなとはちょっと思いますね。なのでもしかするともうこの時からそのクマの話とかがね出てるとか、クマはこれ幼少期だと思うんで、年代的にね、クマ47歳なん で、うん、でここがまあ何十年前かにもよるけど、まあ多分クマはもう生まれて生きてる段階だと思うんですよね。そうなるとあのクマのさ過去の描写、先週の描写にもつながるじゃん、年代的に。多分あのクマがまあ奴隷っぽい扱いをされてる時にもしかしたらベガパンクがここに行ってる可能性があるんだよね、マリージュアに。だそこでクマとの接点とかがもしかするとできたりするのかな。あ、なるほどね。まあ後ほどね革命軍として関わると思うんですけど、なので五老星、ベガパンク、そしてクマのつながりが実はこのマークとかから見えてくるのかなとちょっと感じてます。まだもちろん確定じゃないですね。もちろん確定じゃなくて、あくまで似てるなっていう段階なんで、またちょっと次週以降ここがね描かれればつながってくるかもしれないし、あ全然関係ない、あもうほんと目玉を描いてやる趣味のおじいちゃんたちだなってなる方もあると思うんで、どっちかですね。だから目が好きなんだからね。はい、肝部屋だけどね、大体。まあでも大体ちょっとそういう悪そうな人とかはきっと目好きがちじゃん、やっぱ。いや、分からん、目好きがち、まあやっぱ男性とかも目好きだったしさ、なんかああいう意味で、ね、やっぱそういう意味で確かに悪い人たち目好きがち説あるから、やっぱり。男性あれ何趣味でやってんのあれ。いや、あれは能力だけどさ。あれ能力でしょ。あれ能力だけど、やばいな、目玉大好きおじいちゃんずか。じゃあもう6人目断蔵じゃん、じゃあ。六老星の6人目断蔵をちょっと入ってもらって。うん、そういうことですよ。目に注目ということでね、はいはい、ちょっとここは注目ですね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次に進みたいと思います。はい、泳ぐおじいちゃんさん、泳ぐおじいちゃんさん、はい、ありがとうございます。泳ぐおじいちゃんさんからいただきました。泳ぐおじいちゃんが6人目か、もしかして。高橋さん、けいさん、こんにちは。こんにちは。いつも OSP さんの動画楽しく拝見していただいてます。いつもありがとう。特に高橋さんがイワンコフのメイクに挑戦する動画は面白かったです。いや、それかい。だいぶ前のそれかい。質問です。はい、シャカが見た人影はどう見てもサターン星にしか見えません。ターン星到着が早いのはやはりヒザルのピカピカ能力だと思います。そうなれば意見順位が高い五老星が命令することができ、ベガパンクのステラが命令した確率は低くなると思いますが、セラフに命令したのはサターン星かベガパンクのどちらだと思いますか。はいはいはい、という質問でございます。なるほど、ありがとうございます。うん、おそらくこれ火曜日分かな。この動画が上がってる前の前の動画でね、僕そこ1本撮ってますんで、今回のこのエグエット島内の不穏な動きですよね。まあ言ってしまえばこの犯人、セラフィムは操ってる犯人がいるんじゃないか、そいつは誰なんだっていう動画はね、一応その動画でも撮ってますので、ぜひね、詳しくはそちらご覧いただければと思うんですが、確かにこのサタン星がピカピカの能力で飛んできているってこともあるとは思うんですけど、ただまあフロンティアドームが解除された時って一瞬なんで、まあその間に来るのは難しいんじゃないかなとはちょっと思いますね。なるほど。うん、あとなんかシュールだし、ちょっと。ピュンってなんかサタン星がピュンって来てコソコソやってるのなんかすごいシュールじゃないですか。なんか表だってやれそうだし、なんかもう五老星ぐらいになると大将もだし、おお随分暴れ回ってくれたねーとか言って言って、なんか正面から来てほしい感はあるじゃないですか。なんかキザルとサタン星いたらあんまコソコソしなそうなイメージがあるんで、まあまあまあね。なのでどっちかというと僕はその中で言ってたのは、これサタン星クローンあるんじゃないって思ったんですよ。サタン星クローン、はい、うん、だから例えば当時我々のクローンを作れみたいなベガパンクにこの扉絵で言ってたとして、
でそのクローンがこの島内でいて、そのクローンと本人のサターン星が会うのが今回の作戦だったんじゃないのかなとかも話したんですよね。おお、なるほどね。そうそうそう、だからよくあんじゃん、クローンで受信が乗り継いでいくパターン、うん、だからそれフローじゃん結果。出た、そのパターンね。うーん、とか考えたんですよね。はい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 、ありそうじゃん。確かにこの人影めっちゃ似てるんだよね、サターン星に。僕もやっぱね、なんかやっぱこれサターン星だよなみたいな。なるほどね。そう、最初に見た時はまあセラフィムなんだろうなと思ったんだけど、うん、見れば見るほどサターン星に見えてくんだよね、この人影が。はいはいはい。で仮にこのサターン星のクローンもセラフィムに命令を通せるんだとしたら、うん、要はセラフィムがこのクローンもその五老星と認識するんだとしたら、うん、もう全部成り立つんですよね。確かに。そう、要はベガパンクも上書きできない、サターン星のクローンが例えば命令したからこそもうそれに従っている、うん、でこの後キザルたちが到着する、はい、もう全部バンバン OK、うん、うわー、で体乗ってますってこと。そうそう、だからクローンがその何、記憶がさ、要はベガパンクは人格を移植できてるわけじゃないですか、うん、はい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 、うん、そういうことできちゃうじゃんと思って。すげえじゃんそんなの。うん、もちろん妄想よ、僕の妄想なんだけど、ただまあ今のところピースはあるんですよね、つながりそうではあるんですよね。なんでそれだったら怖ーって思ったし、うん、ありえそうとも思ったし、まあ、ありえそうだよ、うん、確かに。なので、まあ、個人的にはその、まあ、本人はまだ来てないと思う、うん、まだ船に、キザルと一緒に向かっていると思う、うん、うん、で今全てが成り立つとしたらそういうことなんじゃないかな。ベガパンクだったら全部可能だし、うん、で扉も怪しいじゃん、今週ね五老星と会ってたってことが分かったってことは、あそこ、この時いやベガパンクにですね、うん、そうやってくれっていうののためにこれベガパンク呼んでるんだとしたらめっちゃ成り立つから。成り立つぞ。うん、うん、もちろんまだあの根拠はね薄いとは思うんですけど、うん、ただありえそうという意味では、ありえそうだよ。なのでまあ今回はまあ本人は来てないんじゃないかな。うんうんうん、うん、まあおじいちゃんだしね、やっぱ五老星なかなかキザルの速度でピューンってくるのなんか面白いよね、ちょっとね。乗れるのかなそもそも。そうキザルに乗るっていう概念で合ってるか分かんないですけど、一緒にこうピューピューピューって消えていけんのかなってねえねえ、どこできんの、自身も光にならないといけないのかもしれないね。そうだよね、ねえ、ちぎれちゃうよそれこそ光、ねえ、自分は耐えきれないんだからさ光の速度。そうそうそう、どうする、ね、だからマリージョアから来れるしね、そしたらね光で、そもそもマリージョアから来た方が早いけど、別に船乗んなくていいもんね。そう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 、確かにね。なのでまあそういうことなんじゃないかなと思いますね。うん、でもしかしたらあの泳ぐおじいちゃんはね、うん、行けるかもしれないですけど、おじいちゃんさんはあ、泳いできたのね。そう、泳いできたパターンね。泳いできたパターン、泳ぐおじいちゃんが泳いできた、あ、ご自身、サターン星ご自身からの今質問ですね。そういうことか、泳いですでにもう入ってるパターン。バタフライかな、サターン星バタフライして入ってきてたらめっちゃ面白いけど、そういうことか、はい、はい、そんな感じだと思います。はいはい、ありがとうございます。はい、泳ぐおじいちゃん面白いな。じゃあ次の質問いきたいと思います。はい、石井様アット謎解きさん、ありがとうございます。石井様アット謎解きさん、ありがとうございます。謎解き楽しい。たけしさん、けいさん、こんにちは。ね、おい、たかし、おい、いつも楽しく動画見てます。たけしだと思ってんのか。たかしだぞ。質問です。はい、最新はラストで各ルッチとルフィ・ゾロが共闘するような終わり方でしたが、もしこの状態でロビンの身に危険が迫った場合、各ルッチはロビンを助けるのでしょうか。またおそらく生きているであろうサウルの生存が分かった場合どうすると思いますか。個人的にはこの場を乗り切るための一時的な共闘だと思いますが、今回の本当の敵を倒すまではバンクハザードでスモーカーと共闘したようにエクエットを脱出するまでは共闘関係にありそうな気もします。というかそうなると激アツだと思います。ぜひたけしさんの意見を聞かせてください。おいおい、たけしになってる。たけしさんだとまた別の人を呼ばない、たけしを呼ばないといけないんですけど、たかしで大丈夫？答えるの。あ、でもたかえす、あ、たかえすたけしさんの意見を聞かせてくださいって書いてくれる。言い直してたけしだな。言い直したけしになってんな。ああ。じゃ呼ばなきゃだよ、たけしを。別のたけしを。たかしだから。たかしが答えますよ、皆さん。はいはいはい。たかしでやってます、私。覚えて帰ってください、今日。よろしくお願いします。たけしだと思ってた方はグッドボタンお願いします。はい、グッドボタン。たけしだと思ってた人はね、めちゃめちゃいたらやばいですからね、これ大変なことなんですから。うん、はい、はいはいはい。いや、これ熱いよね。いや、俺個人的にはやっぱここめちゃめちゃ熱いと思う。どうなるか分かんない。うん、正直、CP0 もまだ怪しいじゃん。うん、怪しいよ。そう、正直これもその CP0 の作戦、要はストゥーシーも本当は政府側で、うん、かつそのキザルの作戦の一部だったとしたら、そこまで読んでんの？もうえぐいじゃん、うん、だったとしたらね、うん、いやでもそうじゃないと思いたいし、そうじゃないと思う、うんうん、
だとしたらさすがにこのセライムがルッチたちまで消すっていうのがちょっといかんせん、さすがにね政府お前やばすぎじゃないとは思うんで。確かにね。なのでおそらくですけどここはしっかり共闘関係になるんじゃないかなとは思います。っていうか見たいやっぱり、ルビールッチ共闘はやっぱ熱いね、なんかルッチってそういうキャラじゃないじゃん今までも、なんか絶対常に悪のイメージだったし、なんか絶対的にルフィに味方しないサイドのね的なイメージがあったからこそやっぱ熱いよね、そこが共闘するってなると、まあ今回ルフィがこうやってあの命救ってるんですよ、ルフィがルッチを救ってゾロが核を救ってるんですよセラフィムの攻撃から、ここがまず熱かった、当時戦った相手を見殺しにしないっていう、このやっぱルフィたち、ルフィゾロのまあ気まぐれかもしれないけれども、ただ気分が悪いから後味悪いからっていう理由だけで助けたっていう、ただまあルッチ核からしたらね、まあその命を救われたことには変わりはないんで、さすがにその借りは返すだろうと思うんですよ、いくらなんでもいくら悪でも、そこの借りを持ったままその何のうのうと生きるのはもうそんなもんスパンダムだからそんなもんスパンダムだから、やっぱそこの器はあると俺は信じてるんで、カクルッチに、その借りは返すと思うんですよね、さすがに気持ちが悪いじゃん、命助けられただけで敵とはいえ、そこの借りは返さないとやっぱカッコ悪いと思うんで、ってなるとまあ共闘するでしょうと、ってなった時ロビンどうするかなんだよね、最終的にロビンを連行するみたいな流れになりそうではあるよね、確かにね、まあ、そこは別だからね、そう別、そこは別、全部とりあえずここは一回終わったらもう敵同士になるから、まあスモーカーと一緒ですよねそれもね、一旦この場では共闘するけど、まああとその後どう動くかっていうのはまた別の話で、あの鬼ヶ島の時もあのニコロビンを連行せよっつってさ電電虫してたじゃん、ルッチがあのゲルニカたちにね、鬼ヶ島の時に連行せよって言ってたんで、てかルッチのその何ロビンを捕まえるっていう命令はね、まあ、常にあるじゃないですか、まあ、普通に海賊だから連行するっていうのはねあるとは思うし、あと CP0 ももともとそういう命令のもと動いてたわけだから、だから終わり際ロビンを狙うっていう流れにはなりそうですよね、なのでそういった流れになってくるんじゃないのかなと思いますね、であとサウロに関しては CP0 は別に把握はしてないんじゃないかな、把握してんのかな、まあサウロがいたからどうこうっていうことじゃなくて目の前の任務を遂行するっていうイメージだと思うんで、そのサウロが生きてるからこそそこを根絶やしにせよっていうのはまだ命令受けてないから動かないんじゃないかなと思いますね、なるほど、おそらくですけど、なのでまあそこはもうちょっと先の話かな、もしあったとしても五老星とか政府側からまあ命令されてそこを消しに行く、で今後そっちにエルバフに行くみたいな展開なんじゃないですかね、もしなるとしても、まだそこはまだあのなってないんで微妙かなと思います、はい、いや共闘いいですね、いや熱いよなマジで、倒せんのセラフィンっていうかね、まあルッチも覚醒してるし核も覚醒してるっぽかったから、それプラスでルフィの覚醒とあともう超強くなったゾロ、いやいけてほしいけどな、相手2体ぐらいいたっけ、2体ぐらい相手2体でね、ルフィたちの前にはミホーク型とクマ型だね、強いねただまああのミホーク型をゾロ全然余裕で止めてたのよ、ああなるほどね、そうガキンっつって、いくらかね、あの要はお前の方が人間味があるなっつってたの、いやだからミホークの方がやばいってことでしょ、だって焦ってたもん、セラフィムの、あのミホーク型のセラフィム焦ってたのよゾロに止められて、ああそっかそっか、そうだから多分だけど勝てそうだよな、2対4だったら勝てんじゃない、まあね、と思いたいけどね、カイドウとか倒したしね、そうでゾロも言うてキング倒してるから、いわゆるルナーリアの素のルナーリア族倒してるんで、そのルナリアの影響があるこのセラフィムは、まあ、倒せんじゃないかな、特性も分かってるしゾロは、っていう感じかな、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ワンピースって楽しいね、はい、今日ここまでです、最後まで見てくれてありがとう、ぜひチャンネル登録お願いします、また来週以降も楽しんでいきましょう、次も見てね、明日も楽しみ、またね、いや京都早く見たい、だからお願いお願いします、チャンネル登録